演習想定。渡良瀬川は令和元年5月18日11時15分足利市与部町地崎において左岸堤防で越水、その後決壊しました。氾濫水は急速に広がり、一部の住民が自宅やマンションに取り残され救助を求めています。災害の発生を察知した陸上自衛隊は情報収集のために偵察部隊を自主派遣しました。同じく栃木県警察も足利市地域の被害状況などを確認するために偵察部隊を出動させました。足利市長から応援要請を受けた栃木県知事は日本赤十字社栃木県支部に傷病者救護のための医療救護班の派遣を要請しました。さらに総務省消防庁長官に対して緊急消防援助隊の派遣要請をするとともに陸上自衛隊に災害派遣を要請しました。会場左手の上空をご覧ください。テックフォース被災状況調査班が氾濫の状況を確認するために国土交通省の災害対策用ヘリコプター青空で飛来いたしました。この青空は衛星通信用のヘリサットを搭載しており、飛行中の機体から直接山などの障害物の影響を受けずに通信衛星と映像や音声、データ通信を行うことができます。さらに高倍率カメラを搭載し、全国どこからでもリアルタイムに空撮映像を関東地方整備局から国土交通省本省のほか関係機関に配信できます。また青空が撮影した映像は自然災害発生時に現場で収集された災害情報を集約して地図上に分かりやすく表示する統合災害情報システム DMAPS にも反映されます。訓練会場左手をご覧ください。テックフォース被災状況調査班が浸水状況を確認するために国土地理院ランバードチームとして UAV 通称ドローンを飛ばして浸水状況の調査を行います。この大型ドローンには広範囲に撮影できるカメラが搭載されており、面的に被災状況を把握し二次被害の防止などに役立てています。ドローンは低空で飛行できるので航空機による調査より被災状況を詳細に把握することができます。ただいま会場左側から足利市消防本部が侵入してきました。足利市消防本部自治体は災害現場における救出活動の指揮を取るための拠点現場指揮本部を設定します。ドローンが飛行をしています。国土地理院では通信情報技術の全面的な活用を建設現場に導入する取り組みであるアイコンストラクションの測量分野での指導助言を行い、災害時はその技術を生かしドローンを活用して職員自らが災害現場の撮影測量を行う取り組みを行っています。撮影した写真や動画は防災関係機関や国民の皆様に迅速に情報提供されます。続いて訓練会場に侵入してきたのは陸上自衛隊第12特科隊本部管理中隊の偵察バイクと栃木県警察機動隊の偵察バイクです。軽量で悪路に強いオフロードバイクはその特性を生かし地上偵察班として後続する部隊に先立って被災地に赴くことができます。
偵察を終えた陸上自衛隊と栃木県警察機動隊の偵察バイクは足利市消防本部の現場指揮本部で偵察した内容を報告しています。上空をご覧ください。陸上自衛隊の中型ヘリコプター UH-60 が侵入してきました。訓練会場左側奥のコリスビルに取り残された住民の救出に当たります。左手より足利市消防本部特別救助隊の救助工作者が
航空隊のヘリコプター南隊が被災現場の偵察と孤立者救出のために飛来しました。栃木県警察本部新塚航空隊は昭和61年に発足して以来、各種災害や陥落、河川などでの捜索救助活動、逃走する犯罪者の追跡などあらゆる警察活動で活躍しています。南隊にはヘリコプターテレビシステム、通称ヘリテレが搭載されており、撮影した映像は衛星回線を利用して県災害対策本部や首相官邸などにもリアルタイムに送ることができます。このボートは強化プラスチック製で、軽量ながら最大22名の人員を一度に運ぶことができます。平成27年の茨城県常総市の災害派遣時は延べ180隻のトカボートが活動し、1292名の被災者を救助しました。大型映像機の左側、栃木県警察の広域緊急援助隊をご覧ください。偵察隊のドローンを発進させています。救出を始める孤立民家の状況偵察を行います。大型映像機をご注目ください。このドローンが撮影した映像が映し出されています。ドローンが救助隊員からは見えない民家の裏側に回り込みました。室内に倒れている住民がいる模様です。栃木県警察のドローンは平成29年12月に運用を開始し、災害現場を想定して製造された機種です。防水、マイナス20度でのバッテリー作動などの機能のほか、光学30倍の高性能カメラと赤外線カメラの2台を搭載しており、安全かつ迅速な捜索救助活動が可能です。孤立民家の屋根の上をご覧ください。南隊から降下した救助隊員が広域緊急援助隊に向かって救命柵を発射します。Oh, oh, oh.
孤立民家と広域緊急援助隊の間にただいまロープが渡されました。の右側をご覧ください。足利市消防本部の救助隊が埋没車両の屋根を切り開いて車中に閉じ込められた運転手を救出いたします。先ほど孤立民家と広域緊急援助隊の間にロープが渡されましたが、そのロープを伝って救助隊が民家に近づいています。皆さん左手上空をご覧ください。孤立したビルに取り残された住民を救出するために栃木県消防防災航空隊のヘリコプターオールリが侵入してまいります。オールリは訓練会場右側一番上流側の孤立ビルに向かいます。ヘリコプターに設置されているホイストと呼ばれるワイヤーの巻き上げ装置で取り残された住民を救出いたします。ご視聴ありがとうございました。
によって栃木県警察の災害警備本部に映像で送られます。本日は正面の大型映像機にも映像が送られています。会場中央の日赤救護所をご覧ください。足利市消防本部の救急隊により、埋没車両から救出された被災者が到着するところです。演習会場右手側、孤立ビルをご覧ください。オールリから降下した防災航空隊の隊員が屋上に降り立ちました。国土交通省のテックフォース部隊と独立行政法人水資源機構の緊急災害支援隊が被災地の復旧支援のために到着しました。テックフォース緊急災害対策派遣隊は平成20年に国土交通省で創設され、大規模災害の時に被災した地方公共団体に対して災害対策の一時的な支援を行うための組織です。河川パトカーに続いて夜間作業を支援する照明車と国土交通省の排水ポンプ車、最後に独立行政法人水資源機構の排水ポンプ車です。この排水ポンプ車を使って市内に氾濫した川の水を排除します。平成27年の関東東北豪雨や昨年の平成30年7月豪雨などにおいても被災地にテックフォースを派遣し、排水作業や復旧に向けた技術支援を行っています。
大型映像機の左側奥、孤立民家をご覧ください。栃木県警察の広域緊急援助隊が民家に取り残された罹災者2名を乗せてこちら側に戻ってまいります。大型映像機の右側、足利市消防本部の現場にご注目ください。こちら側と孤立地点の間にロープを張る作業を完了した模様です。これから浸水で孤立した場所に取り残された要救助者を救出します。大型映像機左側の水際をご覧ください。陸上自衛隊の検問橋に消防本部の赤い車両が乗り込みました。検問橋とは陸上自衛隊が装備している川を渡るための機材の一種です。渡河ボートを3艘渡し板で連結して車両などを乗せて水上を運ぶことができます。災害時においては水没して孤立した地域に緊急車両の輸送などを行うことができます。排水ポンプ車が稼働し始めました。国土交通省の排水ポンプ車は1分間に30立方メートルの水を排水する能力があります。このポンプ車を使えば小学校などにある25メートルプールをおよそ10分で空にすることができます。水資源機構の排水ポンプ車にも同じ能力があります。災害時には排水ポンプ車は全国から集結してきます。平成27年の茨城県常総市の水害の際も関東地方で11台、その他全国から40台で合計51台の排水ポンプ車が常総市に集まりました。国土交通省の排水ポンプ車は常総市で、水資源機構の排水ポンプ車は栃木県小山市の